皆さん、こんにちは。今回はですね、先日日本代表初招集ですね、コパアメリカ及びキリンチャレンジカップで初招集が発表された久保建英選手ですね。はい、この選手、プレイングサッカーでも新しく追加されたんでね、今回ちょっと、データを見ながらね、特集していきたいと思います。で、まあね、久保建英選手を語る上での、影のパートナーといいますかね、対になって語られることが多いですね。今、レアルマドリードにいるカンテラの、あ、レアルマドリードカンテラですね、ここに所属している、中井卓大選手ですね。この人も非常にね、注目に値する選手なんで、はい、ちょっとデータをね、見ていきたいと思います。で、はい、まず基本的な、久保建英選手のデータですね。まず、エイジ、年齢17歳で、今度6月4日に18歳になりますね。で、身長174センチ、体重69キロと。はい、もうね、特筆すべき能力、能力というかデータが出ましたね。174センチと。はい。で、話によるとね、2年で10センチほど伸びたらしいですね。今ね、J リーグ、所属した当初は165センチ以下ぐらいですね。そういう噂だったんですけどね。もう完全に、もう成人男性、大人のね、身長ね、平均身長を超えてしまいましたね。はい。これはね、もうありえない。成人したサッカー選手だとありえないことですね。身長が伸びるっていうのは。肉体改造で体重ね、増えたり筋肉がっしりついたりすることはあるんですけど、身長がね、10センチ伸びちゃうっていうのはね、本当に、はい。夢のようなというかね、もうプレースタイルもね、変わるぐらいの、大きな変化なんでね。はい。まず考えられないことですね。10代のサッカー選手ね、注目する、魅力の一つもね、これだと思いますね。はい。どんどん、進歩、成長していくと。はい。まあね、今、プレースタイルの話しましたけどね、この10センチ伸びること、メリットね、大きいですけど、もちろんね、デメリットも当然ね、あるっていう感じですかね。はい。で、もういきなりですけどね、次ですね、次の選手。はい。中井卓大選手ですね。これちょっと数年前、2年ぐらい前ですかね。その写真ですね。はい。まあ、当時は15歳と。今もうね、16歳ですね。で、身長で多分172センチぐらい、体重60キロぐらいですね。はい。まだ幼さの残る、中井卓大選手ですね。さあ、この人がですね、はい、こうなりましたね。はい、もうね、顔つき変わってますね。もう誰だっていう感じの。はい。もうね、急激に成長したんでね、本当に、ここ数ヶ月ですね、一気にガラッと変わりましたね。今はもう16歳で、なんと身長ね、180センチ超えましたね、ついに。はい。で、体重ね、推定ですけど、65キロぐらいですね。まだ軽いですけどね、はい。もう完全にね、さっきの写真とね、比べたら別人ですね。幼さの残る、この当時のね、まあ15歳かな、14歳かもしれないですけどね、はい。軽く比べるともう完全に、もう、戦う選手ですね。なんかユーゴスラビアのね、選手に雰囲気が似てるかのような。はい。で、身長ね、これは恐ろしいですね。まあ、中井卓大選手ね、中村憲剛選手と並んで身長ね、超えたっていう中村憲剛選手、交渉身長175センチぐらいですかね。はい。まだ14歳、15歳ぐらいの時に、もうすでに中村憲剛選手よりも大きくなっていたと。で、現在はもう180センチ超えて完全にね、別人の、形になりましたね。で、このね、ちょっと写真気になるところね、ちょっと痩せてるように見えるんですけど、これね、送信型の成長期のね、男性、男の子ですね。はい。こういうね、急激に身長伸びるとこうやって痩せた体型になることはありますね。これからどんどん、肉がついていくんでね。これは一時的な変化ですね。はい。まあ、ただね、これちょっと、で、ですね、さっき、久保建英選手2年で10センチ言いましたけど、中井卓大選手1年で10センチですね。で、まだまだね、身長伸びてると思うんでね、これから、まあ、今181センチ、2センチぐらいだと思うんですけど、下手したら185、6、7と言ってしまう可能性もありそうですね。で、まあ、身長ね、遺伝との相関がね、両親の身長との相関が非常に高いんで、で、中井卓大選手の両親もね、どちらも長身らしいんでね。はい、その、お父さんお母さんのね、身長からある程度どこまで行くか推定できますね。ただもうすでにね、サッカー選手としては十分すぎる。本田選手と同じぐらいのもう身長になっちゃってますよね、完全に。はい。まあこれね、プレースタイルとの関わりですね。身長非常に大きいと思うんで、そこもね、語らなきゃいけないところですね。はい。で、まあただね、はい、非常にね、中井卓大選手優秀ですけど、あまりね、スペイン紙ではそこまで話題になることはないですね。っていうのはですね、ちょっと、はい、分け道にそれますけども、この人がですね、いるんですね。はい。デラビボラと、日本語ではね、呼ばれるかもしれませんね。もうね、はい。中井卓大選手のね、カンテナの動画見てる人はもう、
もう当然知ってると思いますね。非常に目立つね、この髪型ですね。で、あとサッカーが非常にうまいと。デラビーボラ選手。この人もね、16歳ですよね、多分。で、もうすでにね、レアル・マドリード、トップチームとプロ契約を締結するというね、非常に才能あふれる選手ですね。プレイスタイルね、とにかくスピードがありますね。で、足元も当然あると。で、ゴール決める能力もあると。ただ、だいぶね、エゴイストタイプの能力ですね。はい。もうこの人がね、ちょっとうますぎるんでね。はい。まあ、中井卓選手がチームトップの選手っていうわけではないということですね。まあ、ただね、こういうね、ライバルが同年代ですね。しかも同じ年齢に同じチームに所属してるっていうね、もう非常に、はい、生育環境としてはとてもね、期待できることですね。同じ同年代のライバルっていうのね、サッカーだけに限らずね、まあ、他のありとあらゆるスポーツで身近にいるっていうのはね、本当に、成長、モチベーションをね、保って、なおかつね、ロールモデルになりますね。この人もプロ契約してるんでね、きっと同じチームの人は、とてもね、悔しい思いしてる人、たくさんいると思いますね。中井卓大選手も、必ずね、そういうモチベーションにきっとなってるはずですね。はい。まあ、デラビーバラ選手ね、非常に注目に値する選手ですね。はい。まあ、ただね、まだ16歳ということで、ここからね、どういう発展途上の選手なんで、どうやってね、伸びていくか、全然わかんないですね。16歳という年齢はね。はい。アンダー20の試合見てもね、そこからね、伸びていく選手。まあね、各国のチームと対戦しますけど、各国でも、そこからね、代表まで入る選手と、なぜかね、非常にその時は才能あったのに入らない選手っていうの分かれますからね。はい。この選手もどうなるか、まだまだ未知数ですね。当然ね、久保建英選手、中井卓大選手の方が、よりね、伸びていくような、そういうね、可能性も十分に考えられると。はい、いうことですね。で、久保建英選手に戻りますけど、まあ、今ね、18歳、もうすぐなると。で、身長174センチですね。まあ、これ、交渉身長なんでね、実際にはわからないですね。サッカー選手の身長ね、意外と、まあ、交渉と実際が違ったりして、中島翔也選手も、昔は163センチっていうね、発表だったんですけど、今は167センチぐらいに変わってますね。はい。まあ、体重はね、まあ、そんなにいじる必要ないんで。はい。まあ、なんで身長いじるかっていうとね、まあ、工業的な理由ですね。はい。まあ、プロレスラーとかね、K1 選手が身長ね、多めに見積もるのと、同じ理由と言ってしまえば、まあ、なんとなく分かってもらえると思いますけど、はい。で、174センチもサッカー選手としてね、十分すぎる。まあ、特にね、ポジション攻撃的にやってもらうなら、もう全く問題ないですね。で、身長と、関係ですね。はい。ちょっとこのデータね、一応見ました。ちょっとね、正確じゃないかもしれないですね。交渉と実際のね、推定値が混じってるんで。はい。まず、中井卓大選手、16歳、182センチ、65キロ。まあ、推定ですね、この辺。で、久保建英は17歳、174で、69キロと。で、堂安律、一応ね、同じぐらいの年齢ということで、はい、入れました。20歳で172センチ、70キロ。で、リオネル・メッシですね。これ、まあ、世界最高の選手として、ここにね、掲げます。31歳で。交渉170センチですが、実際は169センチと噂されてますね。で、体重72キロぐらいと。はい。まあね、何を言わんやという感じですけどね。まあ、世界最高の選手がね、169センチならもう身長全く関係ないというか、上を目指すのに身長で悩む必要はないという話ですね。まあ、ただ一方でね、メッシ掲げましたけど、クリスティアーノ・ロナウド選手ね、もう身長188センチぐらいで体重もう80キロ超なんでね、もうこれはわからないですね。で、まあ、一昔前のメッシ、クリロナと来て3番目にね、ズラタン・イブラヒモビッチ選手ですね。はい。この人はもう195センチ、95キロなんで、はい。全くね、サッカー選手と身長を語る上でね、まあ一体どうなんだと。世界最高の選手が169センチで、3番目が195センチということで、まあこれね、一言で言ってしまえば、サッカー多様性の非常に優れたゲームなんで、多様なね、まあ、要素が取り入れられてるっていうことですね。国で見てもね、アジアが活躍したり、アフリカが活躍したり、欧州、南米と、まあ、世界中でね、それぞれ独特の、プレーをできる、プレースタイルを、チームからは保てると。で、その上で戦って、どの国が優勝するかわからないっていうね、という非常に面白い、感じのゲームですね。はい。なので、身長も多様化が許されているっていう感じですかね。まあ、あと、ネイマールなんかね、174センチぐらいで、大迫勇也選手が182センチぐらいですね。はい。まあ、
で、まあ、あと体重ね、一応書いておきましたね。まあ、南米の選手ね、メッシアルゼンチンですけど、アルゼンチン人っていうのはね、牛肉の消費量が日本の10倍ですね。年間消費量ですね。本当にアルゼンチンといえば牛肉を食べてるという感じの、はい、とにかく食べる選手ですね。食べる人たちですね。まあ、これはね、あまり語るかどうかわかんないですけど、一応ね、やっぱり牛肉というのは非常に栄養価高くてね、魚なんかと比べても、タンパク質、およびね、その他の、いろいろなホルモンですね。で、まだ、まあね、健康というかね、成長に必要なホルモンというのはね、科学的に同定されているホルモンありますけど、まだまだね、解明されてない、そういうね、いろいろな栄養素が多分牛肉には含まれてるっていうのはね、なんとなく体感的にはわかりますね。はい。だからこのね、タンパク質で特に牛肉の摂取と、身体的な成長ですね、これ大きな関連性があると思いますね。まあ、サッカー選手ならね、特に、はい、そういうね、まあ牛肉に限らないかもしれませんね。豚肉でもいいんですけどね。はい。成長期に肉類をね、多く食べるっていうのがね、一つの、はい、なんか、そういうね、伸びるための一つの要素かもしれないですね。はい。で、まあ、もう一つ。はい、これですね。ね、これ、CIES フットボールオブ、オブザベートリーみたいなね。はい、まあ、フットボール観測所という名称のね。はい、要はサッカー研究する施設ですね。あ、機関ですね。はい。で、欧州主要チームの平均身長ね、182.1センチと。はい。これ見るとね、ちょっとさっきのね、データと比べると高いですね。久保建英174センチといってもね、これには、届かないですね。ただ、決してね、これ、キーパーとかね、ディフェンダーも入ってますからね、ゴールキーパーなんかね、もう今195センチ以上が一流の条件だってね、言う人もいたりして、ディフェンダーもね、強いところ190センチ超の、が一般的になったりしてますからね。それも含めてなんで、まあ攻撃的な選手ならね、あまり気にする必要はないかもしれませんね。平均身長というのは。はい。さらにね、150センチ以下で強いチームですね。レアル・マドリード、バルサ、マンシート、リオンはどうかな？リオンじゃなかったかもしれないな。リースでしたっけ？はい。まあ、この辺ですね。非常に強豪が入ってますね。なので、まあ平均身長が高ければ高いほどいいというわけでもないかもしれませんね。これね、なんでレアルとかバルサがね、まあ、あるマンシーですか、身長ね、そこまで高くないか、特にね、バルセロナとマンシーですね、ここはもう完全にポゼッションサッカーを、志向しているチームなんで、もう身長ね、高いよりも低い方がいいかなっていうぐらいのね、はい、ポジショナルブレー、オフザボールの動きをね、完遂する上では、あまりね、身長高いと自分の体重がその分ね、足にかかってきちゃうんでね、はい。低い方が良かったりとかね。そういうことも考えられますね。で、一方で、レアル・マドリードですね。ここは、完全にポゼッションとはね、言い難いですね。カウンターも一時期、モーリーニョ時代にね、徹底的にやってたりしたんでね。はい。特にクリスティアーノ・ロナウド、ガレス・ベールみたいなね。はい。もうトップアスリート的な身体能力を誇る選手を獲得する傾向もあるんで、すけど、それでも180センチ以下というのはですね、やっぱり、まあ、身長にこだわって取ってないっていうことですよね。はい。まあね、身長高いっていうのはね、まあちょっと理不尽なんですけどね、運動機能学的にと言いますかね、例えば、階級戦のね、ボクシングなんかでも、身長低い選手をがっしりさせて、階級に合わせるよりも、身長高い選手ね、骨格が大きい選手を、下げてね、はい、痩せさせて、体階級に適応させる方がよりね、まあ強いですよね。なぜかというと、まあね、まあこれ運動機能的に、体格大きいっていうのは非常にね、魅力的なんですね。同じくらいのね、同じ体重の人で身長ね、185センチや175センチの人がいたとしても、発揮するね、仕事量ですね。筋肉を発揮する仕事量っていうのは185センチの人の方がね、大きいんで、サッカーボールにインパクトを与えるスポーツなんでね。はい、そこでボールにより大きな仕事量を与えられるのは、同じ体重であったとしても、より身長の高い人という感じのことですね。はい。まあそういう話があると。はい、いうことですね。でですね、ただまあ、さっきね、プレースタイルとの関連性の話しましたけどね、はい、メッシ選手ね、特筆すべきフットワークとアジリティですね、はい、この辺の、あとクイックネスもありますけどね、まあ、この辺のあれはね、神経系と呼ばれるね、
要は、神経の発達ですね。これに関連する能力ですね。で、身長が高くなるほど、神経系のね、あるいは、コーディネーション能力っていうんですか、筋肉の協調性なんかもね、どんどんね、落ちてきちゃうんですね。長身でね、一番有名なジルー選手が、そのね、最たる、はい、例というかね、身長2メーター近いですけど、非常にね、足が遅いというかね、鈍足ですよね。特に瞬発力の部分で、だいぶね、動き出しがない。このね、プレイングサッカーでも散々ね、やってますけどね、はい。動き出しがない選手ですね。一方で、はい、ターゲットマンとしては本当に、世界有数の能力を有すると。はい、いうことですね。身長2メートルあるっていうのはね、もうバスケットボールならね、非常に有利な条件ですが、サッカーでは決して有利にはならないと。はい、むしろ、デメリットも大きいっていう感じですかね。はい。日本人だとね、平山颯太選手なんかね、将来をね、待望された身長190センチ超えのフォワードですけど、やっぱりね、アジリティとかね、オフザボールの動きでかなり、難しい部分がありましたね。やっぱりね、身長大きいと体重も大きくなって、筋肉にかかる負担が増えていくと、要は自分の体重が自分で重りになっちゃうわけですね。それで90分間サッカーね、ダッシュアンドランを繰り返す非常にね、強度の高いスポーツなんで、そのね、持久力の部分で脱落してしまうことが多いですね。やっぱり、もうね、90分間走れなければ、はい、もう高校サッカーの段階でレギュラーから外されちゃうんでね。はい、特に高校サッカーね、全体的にインテンシティの高さが、求められるような内容になってきているので、走れないっていうのはね、やっぱり大きな、あれなんですね。はい。例えばね、アスリートの諸星浩二さんなんかね、はい、いたとしても、やっぱりね、走れないですね、90分間は。なのでね、ちょっと使い方、交代要因になっちゃいますよね、フォワードで投入するにしても。はい。ということでね、やっぱりマラソン選手的な、能力も求められると、はい、いう感じですね。身長低い選手ですね、これ、世界で見ると、ベラッティとか、日本で言うと中島翔です。あと、カンテ、メッシ、ラーム、アレックス・サンチェスと。で、これね、もう全員170センチ以下ぐらいの選手ですね。はい。今挙げたね、カンテとかベラッティ見てみれもらえれば、あるいはラームでもいいですけどね。わかりますけど、チームのね、ダイナモ的な存在ですね。要は走り回る選手と。はい。こういうね、一つの大きな特徴がありますね。はい。ここに能力を発揮することもあると。はい。これね、大柄の選手だとなかなか90分間ね、チームの誰よりも走るっていうのは難しいところですね。あと名前挙げるならね、175センチ以下で言うなら、マッシェアノとかね、ジョルディ・アルバ、ガリー・メデル、チアゴ・アルカンタラみたいな、そういう選手もいますね。はい、これもね、ダーラム的な選手、マッシェアノ、ガリー・メデルなんかね、そうですね。はい。身長との関連性が、必ずしも身長が高い方がいいというわけではないと。でですね、はい。このね、もし、中井卓弘選手が180センチ超で、身長にもし190センチぐらいに到達したらですね、はい。どうなるかっていう話ですね。はい。今度、中井卓弘選手の話になりますけど、今のところね、やってるポジション、ミッドフィルダーですね。で、ボランチもやったりすると。いうことで、最適ポジションから言えば多分ね、ボランチですね、アンカー。はい、ここに入ってもらうのが一番いいんですけど、本人の成長を考えたらですね、あるいは伸びる可能性を考えて、日本サッカーを考えると、センターフォワードをやってもらった方がね、本当はいいんですけどね。はい。大迫勇也選手ですね。はい、これがもう最大の、成功例ですね。はい。身長182センチ、高渉身長ですね、大迫勇也選手。で、もう日本代表にね、なくてはならない、ある意味一番重要な選手ですね。柴崎岳選手よりも、長友や酒井宏樹選手よりも、ある意味重要ですね。っていうのはね、もう替えがいないですよね、だって。はい。中島翔也選手ね、久保建英選手のポジションね、左でウィングで言えば、中島の代わりはもう原口乾と。で、香川真司もできますね。はい。他にもね、湯浅選手いますし、右でもね、堂安律選手の代わりには、もちろん原口選手も乾選手も右できますね。で、あとは伊藤純也選手とかね、はい。いろいろね、交代オプションたくさんいますね。宇佐美選手も当然できると。はい。もう名前挙げたらね、キリがないぐらいの2列目、1.5 列目なんかね、特に、はい、人数多いですね。
でね、中盤選手ですね、ミッドフィルダー、今でいうところの遠藤航、柴崎、香川真司なんかのね、ポジションに関しても、一昔前はね、日本代表中盤天国と言われていたぐらいで、日本人で非常に中盤に体格的に合ってるんで、選手豊富ですね。はい。となってくると足りないのはフォワード、特に大柄のフォワード、ゴールキーパー、ディフェンダーですね。この辺ですね。ディフェンダー、センターバックですね。はい。っていうことになってくるとですね、やっぱり前の方やってもらいたいなという感じですね。で、後ろに下げることね、意外と、後からできるんですよね。長谷部誠選手なんかね、昔はトップしてやってましたけど、今はもうセンターバックでね、はい、35歳にしてキャリアの最盛期を迎えると、キッカー氏が選ぶブンデスリーガ、ベスト11にね、選ばれちゃったりなんかするね。はい、信じられないことが起こってるんで、ポジション下げるのはいつでもできるんで、はい、できればね、前目のセンターフォワードですね、ここをやってもらった方が、で、ここでね、可能性を試してもらった方が、よりね、面白くなるんじゃないかっていう感じですかね。はい、っていうのはね、やっぱり、まあ、これね、前も話しましたけど、サッカー選手ね、やっぱり注目されるの、攻撃的な選手ですね。で、この人の方、こういう選手の方がね、より、市場価値もね、上がっていきますし、まあね、年俸もね、高くなると、お金もたくさんもらえるということですね。はい。で、本田圭佑選手がね、その辺のことをよく、計算してるというかね、よく分かってて、本田圭佑ね、もう何回もボランチをね、やらそうといろんな監督が試しましたけど、本人がね、もう、攻撃的な星のもとに生まれてると信じているので、まあね、2014年ワールドカップではもう、岡田監督にセンターフォワード起用されるぐらいのね、あ、違いますね、2010年でしたっけ？はい。まあ、センターフォワードで起用されるぐらいの、はい。もうね、そういう思考を持っていると。はい。いや、まあ、やっぱりね、守備的なポジションをやるっていうのはね、非常にチームにとってありがたいことなんですけど、ある意味ね、そんな役回りでもあるんですね。で、はい。そういう意味ではできれば攻撃的なところをやってもらいたいですね。で、難しいのはですね、ウィングですね。やっぱりスピードが非常に求められるんですけど、身長あまり大きくなりすぎるとね、まあ、アレクス・サンチェスなんか見てもわかりますけど、小さい方が、あるいはね、まあ、その辺ですね、はい。小さい方が、一瞬のね、瞬発力ですね、これは圧倒的に有利なんで、スピードサッカーのウィングとなると、ちょっと、不適格ですね。はい。なので、まあ、センターフォワード的なところですね。これにね、できれば可能性を見出してもらいたいですね。もう中盤はね、本当に日本いっぱいいるんでね。はい。で、まあ、どうせね、ポジション語ったんで、久保建英選手の最適ポジションですね。もう、昔からやってるのはトップ下と、で、最近はウィングとかね、ストライカーなんかもやったりしてますね。で、まあね、あまりやってほしくないのは逆にね、久保建英選手の場合はボランチですね。守備的なミッドフィルダーと。はい。ここになるとね、もう攻撃のメリットがスルーというかね、もう日本人離れしたアジリティの、あるいはフットワークとね、ドリブルの交わしがあまり生きてこなくなっちゃうんで、もうね、攻撃的に絞ってほしいですね。で、身長ももうね、止まりかけてると思うんで、はい。こうなってくると、前に、どんどん前に前にやってもらった方がいいですね。で、一番やってもらいたいのはやっぱりね、フォワードですね。特にストライカーですかね。はい。まあ、日本代表で言うとね、やっぱり点を取れる選手ですね。それが不足してるんで、日本人では特に。はい。このね、爆発的な、クイックネスとフットワークの能力を、まあね、ストライカーとして開花させてもらいたいですね、できれば。そうすればね、本当に選択肢が豊富になって、日本代表としてはね、勝てる要素が多くなると。で、やっぱり世界に挑戦する上でもね、そっちの方できた方がよりいいかもしれませんね。はい。さっきも言いましたけど、ポジションね、下げること意外と、できたりするんでね、上げるのは難しい。まあでも、今度、安弘選手みたいなね、はい。どんどんね、上に上がっていく選手もいますけどね、はい。っていう感じですね。でですね、まあ一応やるか、やりますかね、はい。シミュレーション、で、日本代表ね、プレイングサッカー、追加されたんでね、これも見ていきたいと思います。で、はい、ここにいますね。能力ですね。ちょっと比較してみますかね。ライバルになりそうなところで、まあ、堂安律ですね、一番の。日本代表で、起用するとしたら、久保建英、相方堂安と、相方というか、ライバル関係ですね。で、ちょっとね、やっぱりステータスね、まだ発展途上なんで低めに設定されてますね。で、その若い17歳の部分が、意外性の95っていうところにね、吸収されてるような感じですかね。はい。まだまだこれから活躍して伸びる
可能性あると思います。で、高めに設定されているのがボールタッチ能力と。はい、これもうね、はい、中島翔也選手とか、まあ、乾選手なんかよりも、あるいは香川なんかよりもね、もう日本代表最高の値に設定されていると。はい、まあ、ボールタッチ非常に柔らかくてね、独特なものがありますよね。プレイ見てるとね、本当に日本人の発想にないような、そういうね、独特な足の裏の使い方したりとかね、してるんで、はい、そこは本当にすごいですね。もう日本代表、日本人の中ではトップになってると思いますね、本当に。はい。まあ一方でやっぱりね、コンタクトプレイが苦手と。で、ドリブルね、もうちょっと高いと思いますね。はい、見逃せないのね、ディフェンス能力ですね。Jリーグ来た当初は、あまりね、ディフェンス熱心じゃなかったですけど、だいぶ鍛えられてね、相当、守備にも貢献度が高くなりましたよね。で、タックルもうまいと。もともとね、瞬発力あるんで、後ろからね、奪ったりとか、あるいはプレスの速さ、チェックの速さですね。これは、もう、持って生まれたものじゃないな。兼ね備えてたんでね。はい、当然、ディフェンスの貢献度も高くなる可能性がありますね。ただ、やっぱりね、完成された堂安選手に比べると、まだまだ、発展途上ですかね。特に、コンタクトプレーですね。体当てるプレー。堂安律選手は非常にね、もう、ガンガンね、体当てて負けない選手になってますけど、まだそこがね、伸びきってないと。はい。まだまだ発展途上な部分があるという感じですね。はい。で、まあ、一応ね、南野選手ですね。これとも比べないといけないですね。やっぱりね、南野選手の方がより完成された能力になってますね。でですね、シュート力もまだね、低いかなっていう、判断なされてますね。まあでも、堂安と一緒か。そうですね。はい。で、スピードはあまりないという評価ですね。縦の突破はそんなにないと。まあ、これね、縦の突破ね、やっぱり重要ですね。右だと伊藤純也選手がね、やっと、スプリント多くて縦も抜けるね。はい。この91のスピードが起こる感じなんで、やっぱりカットインの選手に意外といるんですね、日本は。はい。中島もカットインタイプですからね。はい。まあ、堂安とこれからどうやって、競っていくかっていう感じですかね。で、フォーメーションですね。で、まあ、またゼロバックやるんですけどね。当然、大迫勇也いての久保建英になってくると思うんで、ここですね。はい。これが非常に面白いコンビネーションだと思いますね。で、右が酒井宏樹、左は長友と。まあ、長友選手ね、もう34年後36歳ぐらいですかね。でもまだ代わりが見つからないというね。はい、ぐらいの、まあ、これはね、日本人のサイドバックの選手がいないわけじゃなくて、中友がね、ちょっと、ズバ抜けた能力誇っているからですね。はい、で、フォーメーションね、とりあえずこれで、大迫、中島、南野、久保建英と。はい、で、またゼロバックやっていきます。まあね、これはもう見慣れてると思いますけど。はい。で、大迫の相方に南野ですね。まあ、こんな感じになると思います。ちょっとね、これ、久保の前にスペースがね、あれなんですけど、はい。一回これで相手コロンビアでね、様子を伺っていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、やっぱりステータスね、実際よりも低いんで、使用感もね、だいぶ変わってくると思いますが、まあ、その辺は、どういう感じのね、あれになるかっていうことで、はい、長友がプレスします。ここに南野で長友と。で、最後大迫に出してシュート。ちょっとね、久保絡んでないですね。もうちょっと絡めた方がいいか。はい、これは長友がプレスします。アリアスに対して。はい、冨安。やばい。これは1点かな。はい、山口。ちょっと久保にボール渡さないと。はい、よし。はい、ちょっと仕掛けてみますか。はい、この辺ね、ボールタッチ非常に細かいですね。スピードがないんでちょっとね、物足りない感じですね。今体当てられてボール取られちゃいましたね。はい、ただね、今非常にね、フットワーク細かいことをね、操作してても明らかなんでね、よりね、スペースが狭いところですね、相手のプレッシングが激しくなるほど生きてくるんじゃないかっていうね、感じですね。やっぱりね、そっちの方がむしろ重要ですよね。はい。久保がここにいます。で、ダミソンさん、ちょっと体当てられちゃいますね。はい。まあ今ね、ちょっと、フォーメーションが悪いんでね、なかなかボールキープできてないですけど。はい。久保に渡らないと。まああとね、必要な能力、動き出しのところですね。で、まあこれは、結構ね、持ってるところがあると思うんで、そんなにね、心配いらないかなっていう感じだと思うんですけど。はい。まあこれからですね、まあチーム戦術にもよりますけど、2列目の飛び出しを重視するのかどうかというところですね。はい、これちょっとかわしに行きますか。はい、かわしてシュートと。いいですね。はい、今みたいなね、剥がすプレー、まあ、よりね、堂安律よりむしろ、できるぐらいの感じだと思いますね。はい、遠藤のミドルシュートですか。
遠藤じゃない、山口か。はい。でね、もう日本代表、左に中島翔也がいて、右に久保で勝負できるとなると、もうね、完全に、まあ、縦に速いサッカーもいいですけど、ポゼッションサッカーも試行してもいいんじゃないかっていうぐらいの、はい、足元の上手くてかわせる選手が揃ってきますね。はい。まあ、当然ね、速いサッカーもできるんで、その辺の、はい、オプションですね。融通性が高くなってくると。いう感じなんでね、非常に久保建英が入ってくれるなら将来的にね、いいと思いますね。ちょっと何人か変えてみますね。遠藤航、香川入れてみるか。香川真司で、まあ乾ぐらいですか。はい、これでどうなるか。でね、久保建英の最適ポジションですね。さっき、まあ今のところね、インサイドハーフとで、ウィングもやったりして、ウィングというかね、442の、サイドミッドフィルダーですね。ただ、高い位置もね、取れるんで。はい、ウィング的なポジションですね。で、あと、やっぱりトップ下ですね。ここ、トップ下じゃない、ストライカーですね。はい、ここをね、まあ、日本代表でいうところの南野的なところを試してもらいたいですね。今、久保からいいパス出ましたね。はい、ラストパスまだまだね、伸びてないですね。これ、アシストつけば、ステータスね、伸びてくると思うんですけどね。はい。で、酒井宏樹が当たりに行きます。はい、ボール奪って出ちゃうと。うん。もう酒井宏樹はね、外せないところになってきてますね。もう日本代表の中でね、一番市場価値が高い選手なんで、酒井宏樹ですね。マルセイユでもう圧倒的なサイドバックと。で、センターバックもできたりするっていう感じですね。本当に、もうね、酒井宏樹 PSG 行ってもね、おかしくないぐらいの、能力ね、持ってますね、本当に。はい、久保建英のシュートで1点ですね。今、シュートのうまさがちょっと光りましたね。はい、で大迫がプレスと。はい、でね、サイドやるとしたら、まあ酒井宏樹とねコンビネーションも、どうなっていくかっていうところ、今ちょっとやっぱり動き出しが足りないですね、久保建英。はい、ここ細かいフットワークで、シュートまで行きましたね。はい、乾のクロスに遠藤航、反応できないと。はい、もう一回ねちょっと当てて、久保を使おうとするんですが、うまくいかない。はい、まあ動き出しの部分はね、チーム戦術の中で、鍛えていけると思いますね。やっぱりね、チームのゲームプランに、ちゃんとね、オフザボールの動きが入ってないとなかなか、動けないところがありますからね。香川の、うまいシュートですけどね、コロンビアはオスピナがいいゴールキーパーなんでね、簡単には決まんないですね。はい、奪ってロングフィード。はい、今大阪のヘディングですね。大阪優也ね、もうアジアカップで完全にハイヘッダーに、変化しましたね。ヘディングが本当に、ダントツで決めるようになったね。ただまあやっぱりね、世界と比べると身長ね、足りないところですけど、はい、今ね、久保建英ロングウェイ遠目からねミドルシュート打ちました。はい、というわけで 5-0 ですね。はい、もう1試合ぐらいね、ポジションをねいろいろ探っていきたいんですけど、次は、トップストライカーですね。はい。相手ちょっと変えますか。まあ、どこにしようかな。まあ、クロアチアぐらいにしますか。で、ここですね。香川がやってるところ。ここはストライカーで。まあ、あとね、ウィンガーとか、センターミッドフィルダーもね、あるみたいですけどね。はい。ここでちょっと、はい、見ていきたいと思います。で、やっぱり大迫は変わらずと。はい。まあ、ただね、日本代表、南野匠がいて、南野がね、ちょっと商業的にもう外せないぐらいの活躍しちゃってるんで、やっぱりね、使うとすれば、右の堂安の、ところになるのかな、ということですね。はい。まあ、難しいところですね。もしかしたらもう、堂安で行くのかもしれないですけどね。まだまだやっぱり17歳で、発展途上の部分はね、必ずあるんで、なかなかね、本戦で、ハードなスケジュールをこなしていくのは難しいかもしれませんね。はい、大迫のミドルシュートですね。ただキーパーに取られるスバシッチですね。はい、香川から、ここに久保がいますね。で、ビダが来ちゃうとは。はい、やっぱりね、世界クラスの、センターバックとね、マッチアップするとなると、ちょっとね、久保では厳しいかもしれない。はい、まあ、まだまだ発展途上なんで、はい、強烈なシュート。はい、乾のシュートですね。
まあね、身長も174センチっていうのは本当にね、大きいですね。はい。はい、久保の、はい、いいシュートですね。やっぱりシュート相当いいですね。これ、ステータスがちゃんとしてるせいなのか知りませんけどね、本当に、実際に久保のシュートのみたいなね、はい、独特な感じで打ってますね。あ、大迫、はい、うまいですね、今の落としが。まあね、このゲーム、本当にシミュレーションとして優秀なんでね、意外と、本当に操作してみると本人が動いてるかのようなね、そういうプレイスタイルになってたりするんでね。はい、久保のシュート。はい、やっぱりね、独特なシュートですね、これ。ただ枠内にちゃんと飛んでると。はい、やばい。まあそうか、意外性が高いからかもしれませんですね。はい、久保のシュートはビーダーのシュートブロック。はい、これもいいシュートですね。まあブロックされてますね。でも落とし、久保のシュートと。はい、今ね、細かい動き出しですけど、スペースしっかりついてね、悪くないですね。はい、久保の落としの大迫と。はい、落としも悪くないですね。いや、マジュキッチ頼む。えい、ちょっとこれ怖いですね。モドリッチ、はい、奪いましたね。0-0 ですか。ちょっと点が入ってないですね。はい、久保このままで、山口入れて、あと誰ですか。原口元気ぐらい入れますか。はい、さあどうなるか。はい、これは原口が奪いますね。いや、やばい、引っ掛けちゃった。はい、原口がプレス。ペリシッチ。はい、まあね、原口もね、本当に捨てがたいですね。むしろね、もう日本代表の中心選手になってもおかしくないぐらいのポテンシャル持った、非常にね、好きな選手なんですけどね。はい、原口のミドルシュートですね。まあ、一番の特徴ね、プレッシング能力ですね。はい、本当に献身性のあるディフェンスでね。2018年ワールドカップで、ね、日本代表が、世界相手に善戦できたのは間違いなくね、原口が、もうね、右サイドで、サイドバック2人いるかのようなね、守り方をしていたおかげだと思いますね。今原口のシュートで1点ですね。はい、こういうね、攻撃以外の要素ですね、ここも非常に重要なんで、それもね、ぜひとも見ていきたいですね。まあね、でも久保建英もね、そうなる可能性、今のね、プレー見てると本当にありますね。汗かき役もできるような、はい、非常に献身的なディフェンスしてるんでね。はい、まあ、この辺は伸び方ですね、どう伸びていくかですね。はい、長友のシュートと。まあね、守備あんまり頑張りすぎると、なんかね、便利屋みたいな感じで、特に欧州チームで使われた時ですね。はい、やっぱりね、アジア系の選手ってなかなかチームの中心になりづらい、商業的な理由があったりするんで、そっちでね、キャリア形成してしまう可能性もあるんで、まあ、難しいところですね。はい、あんまりね、便利屋はやらない方がいいのかなっていうね、まあ、わかんないですね。あくまでもチームのためなんでね。はい。まあ、そんな感じですね。最後もう1点取って、頼む、終わりたい。はい、レビッチと。クロアチアね、このサイド、レビッチ、ペリシッチあったり1対1で勝負できないとなかなかリズム作れないかもしれません。はい、今ね、うまいですね、久保が。今、独特のリズムでね、パス出しましたね、本当に。スペース空いてたんで、頼む。マンジュキッチ。はい、庄司が奪って、放り込んで、大迫ヘディング。長友ヘディング頼む。えい。最後、酒井宏樹のシュートと。はい、いうことで、ここに久保いるかな。はい、久保の、はい、ミドルシュート、キーパー正面ですね。はい、というわけで、2-0 ですね。はい、まあ、この辺にして、まあね、というわけで、久保建英。今みたいな感じですね。174センチ69キロ、はい、非常に大きいですね。これからまだまだプレースタイルとね、いろいろ変化していくと思います。で、スペインに戻るかどうかですね、今非常に言われてますけど、多分ね、戻んない方がいいような気がしますね。やっぱりね、外国の地でね、馴染めるかどうかっていうのは非常に精神的な面も大きいですね。で、なんとなくね、そういうタイプじゃないような、非常に真面目なタイプに見えるでね。で、中井卓弘ですね、こっちはですね、ピピと呼ばれてるぐらいね、屈託のない笑顔で、多分ね、
スペインでも適応できるタイプだと思うんですけどね。久保が果たして、外国の地でね、これからトップチームに適応できるかどうかっていうのね、ちょっと、ね、まだまだわかんないところがありますね。でですね、この精神的な影響っていうのはね、非常にサッカーで大きいですね。あまり語られることないですけどね。はい。例えばね、トップチームから、スタメンから外されてしまうと、自分の所属するクラブチームですね。はい。こうなるとね、本当に、まあ、2018年ワールドカップの時、あ、2014年か?はい。2014年の時にね、すでに本田圭佑、香川真司、長友佑都、特に本田と長友ですね、この二人、所属するね、ミランとインテルでかなり苦しい状況に立たされてましたね。それで、パフォーマンスね、落としてましたね。はい。これ、で、柴崎もね、やっぱりスタメンから外れると、パフォーマンスが落ちてしまうと、いうのはですね、心理的な影響っていうのはね、精神的な影響ですね。思った以上に、こういうね、アスリートっていうのを影響するんですね、意外と。はい。関係ないところでも、私生活で、例えばね、奥さんと、離婚協定してたりするとね、本当に、パフォーマンス落ちてしまったりとかね、そういうことがあるくらいなんでね。はい。特に17歳という過敏な年齢で、自分にね、適したコミュニティに所属できているかっていうのが一つの大きな要素なんですね。だからスペインに戻るのが必ずしも、最適な選択であるとは限らないと、いうことをね、最後に、はい、言って、今回はね、これで終わりたいと思います。また次回。はい、失礼します。